アルバカーキはアメリカ合衆国のニューメキシコ州の中央部に位置する同州最大の商工業都市。人口は56万4 5 5十九人。1706年に創建されアメリカ西部で有数の歴史の古い都市。公易の中心地として栄え19世紀以降入植者が急増した。農牧業が盛んであったが次第に織物業。 機械工業が発達した。また原子力研究の最先端基地でもあった。近年はアリゾナ州道用 IT 産業の発達における内陸工業都市として注目を浴び人口が増加している。アルバカーキは観光、保養都市としても知られる。中でもスペイン文化を色濃く残すオールドタウンが観光客の目を引いており、一帯には 多くの文化施設やカフェ、土産物店が軒を並べる。近郊にはアメリカンインディアンのプエブロがいくつも見られる。同地にはプエブロインディアン文化センターがあり、プエブロインディアンの伝統的な行事や工芸品を見学することができる。地名は17世紀にこの地を支配したスペイン人の第8代アルブルケルケ公爵に由来するとの考えが一般的で、 ポルトガルに近くコルク産業の中心地であるスペインのアルブルケルケとは姉妹都市になっている。アルバカーキは北緯35度6分39秒、成形106度36分36秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によるとアルバカーキ市は総面積469.5平方キロメートルである。このうち467.9平方キロメートルが 陸地で1.7平方キロメートルが水地域である。総面積の0.35%が水地域となっている。アルバカーキは地理的に NENWSESW の4区画に分けられており、正式な住所の一部として使われている。南北を分割する線はセントラルアベニュー、東西を分割する線は BNSF 鉄道線である。 しかし時が経つにつれ、多くの人々は、普段の会話でこの年を分けるために、週刊高速道路 I-25 及び I-40 を用いるようになってきている。2021年には、市民の間に広がる新型コロナウイルスの感染症の拡大に伴う精神的な負担、経済が回復する中で取り残される人々の存在などが、複合的に重なり殺人事件が増加。 約100人が殺害された。プエブロデコ様式の建造物、キモシアターは、アルバカーキで最も有名なランドマークの一つである。アルバカーキの高いビルのベスト10。アルバカーキの公共交通機関の中心となっている、アルバラードトランスポーテーションセンター。アムトラック、レールランナーが停車するほか、グレーハウンドバスや路線バスも乗り入れる、同じく、 アルバラードトランスポーテーションセンター。画像に映っているのは主にバスが使用するエリアで、建物にグレーハウンドバスのロゴが掲げられている。建物の向こう側は、鉄道のプラットホームアルバカーキ市内で2本の、週間高速道路、I-25 と I-40 が交差しており、ビッグ・アイと呼ばれている。ビッグ・アイは年々増加する交通量をさばききれず、 長年渋滞の元となっていたが、2003年に新しいジャンクションの建設が完了し、渋滞は解消された。また、旧ルート66であるセントラルアベニューが市内を横断しており、道路沿いには数多くのモーテルやレストランが並んでいる。2000年の国勢調査における人口統計データである。アルバカーキのダウンタウンアルバカーキはシスターシティーズインターナショナル。 インクによって指定された9つの姉妹都市を有している。ありがとうございます。